はいいかな。それから少し問題になりますのが、自分のものこれについて、取得事項成立するかという問題でございます。と言いますのも162条の規定を見てみると、ちょっともう一度見てみましょうね。162条の規定を見てみると、すいません、いつも間違えます。はい、20年間所有の意思を持って平穏に勝つ公然と他人の物って書いてあるでしょ。だから162条の条文の定裁からすると、これ他人の物を占有しないといけないんですよ。自分の物を取得し、占有しても取得事項だっていうことにならないわけですね。これ2項も同じく他人の物と書かれてますので、そうするとこの条文の定裁からすれば、自分のものについて取得事項認められないという結論になりそうです。結論的にはそうはならないですね。141ページのケース57です。A は自ら所有する公不動産を B に売却し、売り主 B から代金の一部支払いを受け、公不動産を B に引き渡したと。その後12年経過して A が B に対して残代金の支払いを求めたところ、代金支払い請求は消滅事項しており、または B はすでに公不動産を自己取得しているとして、移転登記の協力を求めてきたと。 B からの請求任用されるかという問題でございます。で、これ物件法の規定をちょっと、参考に物件変動のところですねを理解してもらわないといけないんですが、まず、当事者間の問題ですから物件の変動176条ですね、という有名な条文です。はい、ということで、176条です。物件の設定及び点は当事者の意思表示のみによってその効力を生ずるというわけですから、当事者間においては、所有権移転するというその合意ですねに基づいて、所有権取得するということになるわけです。そうすると、これ A が自ら所有する公不動産 B に売却し、一部支払う受け公不動産引き渡した、引き渡しとですね所有権の移転というのは厳密には異なりますが、通常ですとこれ物件行為取得していると考えるのが筋でしょうね。なのでこれ B が占有しているということになりそうです。だから自分のものを今占有しているわけですね。だから自分のものを占有してるから、だから先ほどの162条の規定、適用できないじゃないかという話もあるんですけれども、一般的にはそういう考え方はしないわけですね。要するにあなた自分のものなん、それ自分のものですかと、この場合ですと公不動産ですね、自分のものですかと言った時に、じゃあ分かりました、そのことを証明してくださいという話が出てきた時に、その時に例えばそのあなたは占有できる権限なんですかといった時に、これは売買契約によって私が所有権取得したという方ができるのであれば、またそれとは別に取得事項によって私はこの公不動産の所有権取得したという言い方をしても構わないわけであって、だから162条の、他人の物の占有というのはこれ典型例としてそう言ってるだけですので、必ずしも、自己の物であっても売買契約買いましたということで、所有権取得でしたということが立証できないのであれば、別に取得事項の要件を満たしているのであれば、取得事項の主張しても構わないわけですね。その意味で別に自己の物だということだけで取得事項の成立を否定する必要はないと、こういうことになってくるわけです。Oh!